はい、皆さんこんにちは。榊篤でございます。5時をちょいと回りました。なんかだんだん暗くなってきましたね。今日は暑かった。車でね、ここを1時に出て4時に帰ってきたので、もう3時間、まあそのうち1時間はね1箇所でですね、会議室に入って話をしてたんですけど、あとのですね2時間はですね、うろうろして、まあその車から降りたり乗ったり降りたりしてるんですけど、ですね、うろうろしてるんですけど、そう、最後は酒屋さんに寄ってですね、ウイスキー買おうって、今晩はハイボール飲もうと思ってウイスキー買ったりしましたけど、はい、暑かったわ、ほんまに。もういつもね、焼酎のお湯割りなんですけどね、夜は。ですね、昨日お湯割り飲んだんですけど、やっぱりちょっと暑いんですよね。冷房かけながらお湯割り飲むっての変やなと思って。まあいいんですけど。さて、行きましょう。ロイターに昨日7日ですね、七夕に出た記事でございまして、中国外貨準備高、6月は3兆2220億ドルに減少と。ちょっと読みますね。中国の6月末時点の外貨準備高は前月比96億8100万ドル減の3兆2220億ドルだった。ドルが主要通貨に対して上昇したことが要因、当局が7日発表した。ドルが主要通貨に対して上昇したこと、ドルが主要通貨に対して上昇するとですね、中国のですね外貨準備減るんですかと。多分それはですね、ドルの他にですねユーロやですねポンドやスイスフランや日本円で持ってて、例えば日本円の額がですね円安になると目減りしますでしょ。で、それをですね、ドル換算にすると減ったんや、ということです。ふんっていう感じで。まあもうちょっと行きましょうか。ロイターがまとめたアナリスト予想は、3億2260億ドル。5月は3兆2320億ドルだった。アナリストこんなん予想してんの？暇やな、あんたらほんまに。それでどっからお金儲てんのほんまに。僕でも予想できるけど、人民元は6月に対ドルで 0.3% 下落した。主要通貨に対するドル指数は 1.1% 上昇した。6月末時点の金保有量は7280万トロイオンスで前月比横ばい。ドル建てでは1697億ドルと前月の1709億6000万ドルから減少した。これだけの記事でございます。でもここでですね、皆さんねお気づきでしょうけども、これは中国の当局がこうですと言ってるだけなんですよ。ミスチミーこれほんまに3兆2220億ドルほんまに持ってるのか、預金通帳見せろみたいなですね。そうだったらどうなるんでしょうね。ただしですね、これはですね、外貨準備高というのはですね、計算の仕方によってですね、まあだいぶ変わってくると思います。韓国なんかはですね、4000億ドルあるって言ってるのかな。中国の1割 13% ぐらいですけど、4000億ドルあると言うてもですね、あの国もですね嘘を言う国なんでですね、あんまり信用されていないんですね。まあまあいいんですけど、で中国の場合はですね、特殊なこう通貨政策をしてまして、今中国ってお金ないでしょう。政府も地方政府もお金のほうで困ってるんですよ。だから地方政府はね、お金だとない分足らん分罰金取ろうって、もうありとあらゆる罰金を取ってですね、お金をなんとか補充しようとしてるんですけど、そんなね、罰金取ったぐらいでですね、間に合わへんって、そんな。そうでしょう。なんで、お金がないんですけど、簡単な話、人民銀行にちょっと足らへんさかい、お金作れって言ったら作れるんですね、理論的には。これを財政ファイナンスと言って、これやってはいけないことなんですけど、やろうと思ったらできるわけですね。
それでですね、お金を増やす方法はあるんですけど、なぜか中国ってね、あらゆることをですね、ルールは守らないしですね、本当でないことを平気で言うし、約束守らへん国なのにですね、その通貨政策だけはですね、守ってる、守って、まあ、かろうじて、まあ今、最近ちょっとやばいですけどね、かろうじて、こう、なんとかしてるんですよ。それはどういうことかというとですね、田村秀夫先生曰くですね、ドル本位制やというふうですね、おっしゃってるんですね。どういうことかというと、中国はですね、国内にある、いわゆる外貨準備高ですね、外貨の高によるその量ですね、何兆ドルとかっていうやつですね、その3兆ドルだったら人民元はどんだけ発行するという。決めてるわけなんですね。昔々金本位制とあります、アメリカの FRB に所属する7つの銀行かなんかにですね、金をじゃあドルを持ってったらですね、金と交換してくれたんですね。これを金本位制と言います、その時の1オンスが39ドルやったかな、それを1971年やったと思うんですけども、アメリカのですね、ニクソン大統領というのが、もうやめ、こんなんやってられへんし、やめって言ったんですよ。これを世に言うニクソンショックというんですけども、1オンス39ドルであったですね、金、39ドルで交換、つまり39ドル持ってたら1オンスの金をくれたんですね、昔はね。それ実際それを使ってたんですよ、みんな。みんなというか。イタリア政府なんかは盛んにですね、金をドルに変えてとかやったらしいですけど、それをやめたんですね。まあその金本位制と疑似、まあよく似てると。疑似本位制みたいな感じですけどもですね、いわゆるドルの、持っているドルの高に応じてですね、人民元を発行するとやめたんです。で、これがですね、最近、そのですね、昔の記事よりもだいぶ緩くなってですね、要は人民元足らないからですね、どん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 発行してるわけですよ。そしてどうなるかというと、その発行に応じてですね、人民元が本来安くならなければならないですね。で、安くはなってるんですよ。なってるんだけどもですね、その幅がですね、本来ですね、1ドルに対してですね、どうでしょうね。1ドルに対して1人民元とか言ってたらですね、それをですね、人民元の方ばかし増やしてしまったらですね、例えば2倍に増やしたと、人民元を。そしたらですね、1ドルがですね、1人民元じゃなくて1ドルが2人民元というふうに、こう、本来変わらなければいけないはずですね。変わらなければいけないはずですけど、そこまでの幅になっていない。なぜかというと、人民元は、等の買いためはですね、管理相場なんですね。人民銀行が操ってるわけです。だから本来の今ね、本来実力以上に人民銀行発行してるんですけど、そうですね、あんまりその人民銀安くなってないんですけど、で近々安くなるという噂が絶えないわけです。人民銀暴落です、それを防ぐための手段がですね、外貨準備高がこんだけあるよというふうに世間に見せるということなんですね。で、ほんまに3兆2220ドルあんのという、多分絶対ない、ない、ない、これ半分あるかなという感じですね。なんていうかな、半分ないかもわかりませんね、いざとなったら。でも言うたもん勝ちですからね、これね、でね、実はね、アメリカは知ってんねん。アメリカってドルの国でしょ。アメリカはわかるんですよ。あれ、世界のどのエリアにドルがどれくらいあるかっていうのは、それはまあ当たり前ですけど、ドルの発行国ですから、分かる仕組みがいろいろあるわけですね。それは現金の正確な1ドルまでは分かりませんよ。でも、アメリカは国債を発行してるでしょ。で、アメリカの会社の社債とかあるでしょ。だからそれが今どこにあるかっていうのは分かるわけですよ。それによって大体ですね、どの国がいくらドル持ってるか知ってんねん。大体はね、大体は。で、多分アメリカはこれ知ってるんですよ。ほんまはこれどれくらいなのかというのをですね。でですね、だから、かなり怪しいと思います。で、一生懸命ですね、今、中国はですね、この外貨準備で一生懸命、
買っていたですね、アメリカの国債ね、今売りに回ってんで、なぜかってドル足らへんしだからアメリカ国債ドル建てでしょ、売ったらドルが入ってくるわけですよ、売りに回ってんで、なんでやろう、やばいんちゃうもしかしてっていう感じですけどね。はい、ということでですね、外貨準備多分嘘です、多分嘘で大幅に減ってると思います、いろんな意味でですね大幅に減ってます。まあその一つは今日も申し上げた通り、アメリカ中国の富裕層がですね、自分の人民元の資産をドルに変えてガンガン持ち出しているということですね。だって日本に来てね、日本のマンションを買うのもそれも要は円に変えてるわけですから、外貨と一緒ですからね、中国にとって円は外貨と一緒ですから、人民元の流出ですね、ということになります。はい、ということでこのロイターのですねアドレスを一応貼っておきます。中国外貨準備高、6月は3兆2220億ドルに減少という記事でございました。はい、皆さんどうもありがとうございます。